さあ14対5、いや、この、与田相馬の本数の取り方の一個として、相手を埋め切るってことをかなり狙っていくことが多いんですが、与田相馬に対してマッキーが、本戦の発火率が非常に高いですよね。非常に高いので、そういった、まあ、埋め切るを狙っていくっていうのが、今回うまく通っていないように見えます。その分、風量を消費してしまったので、さあ、2レースダブル、マッキーに対して、なんとか切っていった3連鎖。さあ、これはいい3連鎖になりそうだが、2連鎖はさらに返していく。さあ、与田相馬は、右から、1ダブ、かなり鋭いジャブ、かなり鋭いジャブから追いかけて追い打ち、さあマッキー引けるかどうか。さあ黄色、青、うまいぞ、これは段差をしっかり揃えた、これはここもちゃんと打っていくのか。この段差間違え、一瞬でそこの段差揃うっていうのをちゃんと上に置いての発火、完璧すぎる、あまりに完璧、ここでも崩せない。与田相馬非常に鋭い攻めでしたが、これも崩せない。しかも今